Antonio Campi, who was born in 1522, 3 years later after Leonardo da Vinci died in 1519, drew the same three-fingered feet of a witch in his painting of the Secret of the Passion of Christ in 1569 when Antonio Campi was 49 years old. These years here mentioned are very much important for today's video. I say again that Leonardo died in 1519, though I know that Leonardo's death date was concocted, but this is not a point for today. Antonio Campi was born in 1522, 3 years later, and painted The Secret of the Passion of Christ in 1569 when he was 49 years old. Both Leonardo painted in the Annunciation and Campi in The Secret of the Passion of Christ drew the same three-fingered feet of Strix, the worst witch in those days. Therefore, both were the same puppet artists for Jesus Christ who resurrected in the Renaissance, because it is I, Hiroshi Hayashi, who found these three-fingered feet in their paintings, especially at the foot in the Leonardo painting, the Annunciation, I did in 2013. I was the first to find the foot in the painting, and no one knew it for over these 500 years. Of course not. Campi knew it. Campi の描いた絵の中に三本足の足が描かれていました。そしてその足はダヴィンチの描いた受胎告知の絵の中に隠し込まれていた三本指の足と一致しましたが、カンピはその足のことを知る由もありませんでした。なぜならカンピはダヴィンチが死んだとされる1519年の3年後に生まれていたからです。またカンピは自分が49歳の時にその絵を描いています。またダヴィンチの受胎告知の中に三本指の足、つまり魔女中の魔女ストリックスの足が描かれていたことを2013年に発見したのはこの私、林博だったからです。これはこの500年間誰も気がつかなかった事実です。つまりアントニオ・カンピもまた1500年後のイエスの操り人形でした。その証拠と証明を皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。アントニオ・カンピが1569年に描いた絵がこの The Secret of the Passion of Christ、 つまりキリストの劇場の秘密という絵です。この絵の中には数々の謎が隠されています。本題に入る前にまずその謎の3つを皆さんに紹介します。ここに描かれている人物はイエス・キリストということになりますが、頭から7本の光線が出ています。イエズス会もしくはイルミナティとの深い関係を示す光線です。そしてこの光線は後の自由の像の光線の数と一致していきます。そしてこれがカペラシスティーナのミケランジェロの描いた壁画です。この壁画の右下にもやはり頭から光線を出している神が描かれています。ただこのミケランジェロの描いたシスティーナ礼拝堂のこの人物の光線の数は7とは数えられませんが、しかしよく見ると5本もしくは7本というふうに数えられます。自由の像の光線、さらにはミトラの光線の数と一致していきます。そしてこの下の部分に注意してください。ここには白い
植物といいますか種類葉っぱのようなものが描かれています。それと同じものがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版の下の方にも描かれています。これは偶然の一致なのでしょうか。右の天使の足の指も3本であることに注意してください。向かって一番右側のですね、白い指は、これは指ではありません。騙し絵です。色が違います。ともかくそれは別として、上の葉っぱの色と、そして花びらですね、下の花びらの色を比較してみてください。同じであることをがですね、皆さんにも分かっていただけますと思います。まあ、このように偶然の一致とは言えない奇妙な一致がですね、カンピの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるということです。またその絵の中、岩窟の聖母の中に描かれている、まあ、岩石とですね、そしてカンピの絵の中に描かれている岩石が大変よく似ていると言いますか、コンセプトが同じと言いますか、同じ画家が描いたと言ってもおかしくないほどよく似ている点にも注意してください。となるとアントニオ・カンピはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子であったということになるのかもしれませんが、残念ながらレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなった後、その3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。ともかくもこのように一致しているということですね。で、いよいよ本題です。アントニオ・カンピが描いたとされるキリストの劇場の秘密の絵の中にこんな足が隠し込まれていました。注意深く見ないと見落としてしまうような足です。頭が中央にかかり、その左右に手足のようなものが描かれています。それと同じものが受胎告知の右下のこの部分に描かれています。2013年に私、林博士が発見した足です。フクロウのような置物の足の上に3本指の足が描かれています。その足の指と、そしてカンピの描いた足の指を比較してみてください。形、まあ色は違いますけども形は全く同じです。向かって左側の指から順に追いかけてみてください。真ん中の指ですね、そして3本目がここに来ます。その下にフクロウのような置物の足があります。ですからここで交差しているところにいるということになります。つまり全く同じ形の同じ足がですね、カンピの絵の中にも描かれていたということになります。そしてその右下のこのダ・ヴィンチの足は、私、林博士が2013年に発見するまで誰にも発見されていませんでした。この500年間誰にも発見されていませんでした。つまりカンピはですね、この足のことを知る由もなかったはずです。さらにこんな事実もあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるアイルワースのモナリザです。このモナリザの向かって左側の下に奇妙なものが描かれています。普通の画家であるならばこんなところにこんなものは描きません。絵そのものが台無しになってしまいます。同じようにカンピの絵の中にも右上にこんな奇妙なものが描かれています。やはり普通の画家であるならばこんな奇妙なものをここには描きません。絵そのものの構図が台無しになってしまいます。もう一度比較してみてください。アイルワースのモナリザです。奇妙なものが描かれています。そしてカンピのキリストの劇場の秘密です。やはり右上に奇妙なものが描かれています。つまり絵全体が持つコンセプトが同じということです。絵全体が持つコンセプトが同じということです。繰り返しますが、普通ならこうした得体の知れないものを描くことによって、普通なら絵そのものが台無しになってしまうということです。絵の構図そのものが台無しになってしまうということです。普通ならこういったものを描くということは
ありません。あるいはあなたならこういうものを自分の絵の中に書き込みますか、ということで結論です。最初の話に戻ります。カンピの描いた絵の中に奇妙なものが描かれていました。中央下ですね。で、頭のようなものがあって、その左右に3本指の手もしくは足が描かれています。それと同じものがユダヤ告知の右下のこのフクロウのような置物の下に描かれています。この足は2013年に私林博士が発見したものです。それ以前には誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。その手もしくは足を比較してみてください。コンセプトといいますか、形そのものが全く同じです。3本指です。向かって左側から曲がった指、中央の指、そして向かって右側の指です。その下にフクロウのような置物の白い足が見えています。つまりその上にこの3本指の足もしくは手が描かれているということです。これら両者は色こそやや違いますけども全く同じです。爪の表現の仕方も全く同じです。ということはカンピは右のダヴィンチの描いた3本指の手、あるいは足に気がついていたということになりますが、それはありえません。カンピが生まれたのはダヴィンチが死んだ1519年の3年後です。そしてカンピがこの絵を描いたのは、左の絵を描いたのは49歳の時です。そして右下のこの3本指の足を発見したのは私林博士で2013年のことです。つまりこのような形で計らずも1500年後のイエス・キリストは操り人形芸術家たちを使って、まあはっきり言えばボロを出したということになります。つまりこのような形でこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリストだったということになります。そしてダヴィンチもカンピもただの操り人形だったということになります。Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know what you are and where you're from. You humans, you are sons and daughters.Of God. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちは私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たちは君たちが何であるかを知るだろう。そして君たちがどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり娘なんだよ。 This is a message from Jesus Christ after 1500 years. Thank you.
According to Wikipedia, it writes about Ivor's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが2枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザ、呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今、皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、このあたりに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると、思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに
描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。大体こんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが写り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ、木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあこれはですね、私は絵というよりも写真から起こした絵というふうに理解しています。
部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。Antonio Campi, who was born in 1522, 3 years later after Leonardo da Vinci died in 1519, drew the same three-fingered feet of a witch in his painting of the Secret of the Passion of Christ in 1569 when Antonio Campi was 49 years old.These years here mentioned are very much important for today's video. I say again that Leonardo died in 1519, though I know that Leonardo's death date was concocted, but this is not a point for today. Antonio Campi was born in 1522, 3 years later, andpainted the Secret of the Passion of Christ in 1569 when he was 49 years old. Both Leonardo painted in the Annunciation and Campi in the Secret of the Passion of Christ drew the same three-fingered feet of Strix, the worst witch in those days. Therefore,Both were the same puppet artists for Jesus Christ who resurrected in the Renaissance because it is I, Hiroshi Hayashi, who found these three-fingered feet in their paintings, especially at the foot in the Leonardo painting, the Annunciation, I did in 2013. I was the first to find the foot.In the painting, and no one knew it for over these 500 years. Of course not. Campi knew it. Campiの描いた絵の中に3本足の足が描かれていました。そしてその足はダヴィンチの描いた受胎告知の絵の中に隠し込まれていた3本指の足と一致しました。が、カンピはその足のことを知る由もありませんでした。なぜなら、カンピはダヴィンチが死んだとされる1519年の3年後に生まれていたからです。またカンピは自分が49歳の時にその絵を描いています。またダヴィンチの受胎告知の中に3本指の足、つまり魔女中の魔女、ストリックスの足が描かれていたことを2013年に発見したのは、この私、林博士だったからです。
これはこの500年間誰も気がつかなかった事実です。つまりアントニオ・カンピもまた1500年後のイエスの操り人形でした。その証拠と証明を皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。アントニオ・カンピが1569年に描いた絵がこの The Secret of the Passion of Christ、 つまりキリストの劇場の秘密という絵です。この絵の中には数々の謎が隠されています。本題に入る前にまずその謎の3つを皆さんに紹介します。ここに描かれている人物はイエス・キリストということになりますが、頭から7本の光線が出ています。イエズス会もしくはイルミナティとの深い関係を示す光線です。そしてこの光線は後の自由の像の光線の数と一致していきます。そしてこれがカペラシスティーナのミケランジェロの描いた壁画です。この壁画の右下にもやはり頭から光線を出している神が描かれています。ただこのミケランジェロの描いたシスティーナ礼拝堂のこの人物の光線の数は7とは数えられませんが、しかしよく見ると5本もしくは7本というふうに数えられます。自由の像の光線、さらにはミトラの光線の数と一致していきます。そしてこの下の部分に注意してください。ここには白い植物といいますか白い葉っぱのようなものが描かれています。それと同じものがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版の下の方にも描かれています。これは偶然の一致なのでしょうか。右の天使の足の指も3本であることに注意してください。向かって一番右側のですね、白い指はこれは指ではありません、騙し絵です。色が違います。ともかくそれは別として上の葉っぱの色とそして花びらですね、下の花びらの色を比較してみてください。同じであることをなですね、皆さんにも分かっていただけますと思います。まあ、このように偶然の一致とは言えない奇妙な一致がですね、カンピの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるということです。またその絵の中、岩窟の聖母の中に描かれている、まあ、岩石とですね、そしてカンピの絵の中に描かれている岩石が大変よく似ていると言いますか、コンセプトが同じと言いますか、同じ画家が描いたと言ってもおかしくないほどよく似ている点にも注意してください。となるとアントニオ・カンピはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子であったということになるのかもしれませんが、残念ながらレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなった後その3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。ともかくもこのように一致しているということですね。で、いよいよ本題です。アントニオ・カンピが描いたとされるキリストの劇場の秘密の絵の中にこんな足が隠し込まれていました。注意深く見ないと見落としてしまうような足です。頭が中央にかかり、その左右に手、足のようなものが描かれています。それと同じものが受胎告知の右下のこの部分に描かれています。2013年に私、林博士が発見した足です。フクロウのような置物の足の上に3本指の足が描かれています。その足の指とそしてカンピの描いた足の指を比較してみてください。形、まあ色は違いますけども形は全く同じです。向かって左側の指から順に追いかけてみてください。真ん中の指ですね、そして3本目がここに来ます。その下にフクロウのような置物の足があります。ですからここで交差しているいるということになります。つまり全く同じ形の同じ足がですね、カンピの絵の中にも描かれていたということになります。そしてその
右下のこのダビッチの足は、私林博士が2013年に発見するまで誰にも発見されていませんでした。この500年間誰にも発見されていませんでした。つまり完備はですね、この足のことを知る由もなかったはずです。さらにこんな事実もあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるアイル・ワースのモナリザです。このモナリザの向かって左側の下に奇妙なものが描かれています。普通の画家であるならばこんなところにこんなものは描きません。絵そのものが台無しになってしまいます。同じように完備の絵の中にも右上にこんな奇妙なものが描かれています。やはり普通の画家であるならばこんな奇妙なものをここには描きません。絵そのものの構図が台無しになってしまいます。もう一度比較してみてください。アイルワースのモナリザです。奇妙なものが描かれています。そして完備のキリストの劇場の秘密です。やはり右上に奇妙なものが描かれています。つまり絵全体が持つコンセプトが同じということです。絵全体が持つコンセプトが同じということです。繰り返しますが、普通ならこうした得体の知れないものを描くことによって、普通なら絵そのものが台無しになってしまうということです。絵の構図そのものが台無しになってしまうということです。普通ならこういったものを描くということはありません。あるいはあなたならこういうものを自分の絵の中に描き込みますか、ということで結論です。最初の話に戻ります。完備の描いた絵の中に奇妙なものが描かれていました。中央下ですね。で、頭のようなものがあって、その左右に3本指の手もしくは足が描かれています。それと同じものが受胎告知の右下のこのフクロウのような置物の下に描かれています。この足は2013年に私林博士が発見したものです。それ以前には誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。その手もしくは足を比較してみてください。コンセプトといいますか、形そのものが全く同じです。3本指です。向かって左側から曲がった指、中央の指、そして向かって右側の指です。その下にフクロウのような置物の白い足が見えています。つまりその上にこの3本指の足もしくは手が描かれているということです。これら両者は色こそやや違いますけども全く同じです。爪の表現の仕方も全く同じです。ということは完備は右のダヴィンチの描いた3本指の手、あるいは足に気がついていたということになりますが、それはありえません。完備が生まれたのはダ・ヴィンチが死んだ1519年の3年後です。そして完備がこの絵を描いたのは、左の絵を描いたのは49歳の時です。そして右下のこの3本指の足を発見したのは私林博士で2013年のことです。つまりこのような形で計らずも1500年後のイエス・キリストは操り人形芸術家たちを使って、まあはっきり言えばボロを出したということになります。つまりこのような形でこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリストだったということになります。そしてダ・ヴィンチも完備もただの操り人形だったということになります。 Bye for now. Strix, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore.
Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santio painted Maria as Shrieks together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中でマリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬やし、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた、三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。
まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。3本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの書いた3本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている3本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形でラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が異難なイシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女のいわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法で、この2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして、右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1位ですね。つまりこの2人を通して、マリアは、ストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通して、ラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も果たして、
果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手は、マリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物も、マリアということになるのです。この人物は、マリアということになります。つまり、ラファエロも、まあ、ラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあ、この人物が、マリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリー・ポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ、魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ、目の女神としても知られていました。ですから、この左の天使の目は、相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に、注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は、1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。これが、この動画の結論ということになります。バイ。Jesus Christ, or, as a matter of fact, Christ, after 1500 years, left many messages to us human in the Renaissance, and here the one about Maria and Christ. Who are Maria and Christ?
Where do Maria and Christ come from? Here in this video, you would know my answer to this question. ルネサンスという時代に、1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのは、マリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのか？マリアとキリストはどこから来たのか？この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。ミケランジェロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画がシスティーナ礼拝堂の天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側にイチジクの木が描かれています。イチジクの木です。そしてその右にですね、イチジクの実が描かれています。この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイブということになります。イブです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。一般にリリトと言われていますけども、リリトは下半身は大蛇ではありません。がなぜミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それはセントジェロームが翻訳したヴァルゲート、すなわちラテン語の聖書の中では、リリトイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは下半身が蛇の魔女でした。そして人間の子供を食べていました。そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。その右にいるのはカインの妹でもあり、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つこのリリトイコールラミア。バルゲートによれば、リリトイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、マリアということになります。そして向かって右にいるのが、ミケランジェロによればですね、これがキリストということになります。で、簡単にこの絵の中に示されている、人物関係をおさらいしておきます。中央がアダム。そして、アダムの最初の妻がリリトです。が、バルゲートの中では、イコールラミアとなっています。セントジェロームは、ラミアと翻訳しました。そして、アダムとイブですね。その間に生まれた長男が、カインということになります。そして、その、まあ、妹、イコール妻が、その人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。まあ、このような形で、1500年後のイエスは今度はレオナルドを通してここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから形と言いますか風合いですね。そして感じですね。と、左に伸びている岩の
まあ、質感と同じであるところに注意してください。つまりこのような形で、1500年後のキリストは、まあ、いわゆるレオナルドという操り芸術家を通して、まあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じように明度を上げてみた、見ました。あるいはコントラストを上げてみました。ガンマを落としてコントラストを上げてみました。全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一度皆さん自身で確認してください。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、魔女中の魔女、なあち、ラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、そのまま、ベロッキオのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、聖書によればですね、リリトイコールラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダヴィンチ、そしてセント・ジェロームのイデオロギーが一致するということになります。そこが重要です。もう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のヴァルゲートに書かれている内容と一致するということです。つまりセント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。で、中央がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が開拓される画の聖母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア、現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。つまりこのような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、人間の子供を、まあ、食用としていたということです。それがラミアなんですね。つまりこのような形で、岩窟の聖母の中のマリア、イコールラミア、イコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の皮膚の下に潜り込んでいます。次に、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシーナの戦いの絵です。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシーナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。注意深くご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、まあ、ヘブライ語って言いますかね。実際にはジューイシュって言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まず、あ、このような形で、まあ、あの、暗号的に、まあ、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学にのっとった、まあ、あの、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉、などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、77というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ベブレカル、なわち、聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、まあ、ミケランジェロなる画家を通して1500年後の
まあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、7、7、5、0、27をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまり、このような形で、まあ、ミケルランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまり、キリストというのはね、聖書でいうカインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林博士発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、クライスです。50は、ビブリカルです。そして、27が、ケイン、つまりカインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そして、ミケランジェロが描いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が描いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと、一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って、つながっていくということになります。そして、その、基本はですね、先ほども言いましたように、セント・ジェローム、500年後の、キリストということになりますが、のセントジェロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして、セントジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にも、ラファエロも描いています。シヌレリも描いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストである。という意味です。逆に、キリストというのは、カインのことだよ、ということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、1500年後の、キリストが残したということになります。まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて、弟をね、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、羊が褒められたもんですから、まあ、それに嫉妬したカインがですね、自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままここに紹介させていただきました。それが、まあ、キリストだということをですね、1500年後のキリストは、やはりこう、操り芸術家のミケランジェロを通して、私たち人間に伝えたということになります。で、いよいよ、核心部分です。もう一つ、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。最初から簡単におさらいしておきます。神聖な礼拝堂の天井画にミケランジェロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、一軸の木が描かれ、一軸の実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリットということになりますけども、一般にはリリットイコールラミア説はありませんけども、セントジェロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリットイコールラミアとなっています。そして、その右にいるのが、まあ、その息子のカインということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、カインの妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、カインの手ですよね。この手の中指と、薬指がくっついている点に注意してください。これは、言うまでもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラノというのはですね、もともとは、隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表では、カトリックの信者のふりをしながら、裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはり、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵の中でも、やはり、
中指と薬指がくっついています。マラナス、シグラムマラナスの手です。マラノの手です。そしてこの中で人間と神が手を、指を合わせようとしていますけども、ここでもやはりマラナスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形で、ここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シングラムマラロ。すなわち、簡単に言えば、キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティナ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになりますね。すなわち、右から二人目は神、すなわちイエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、まあ、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、マリアということになるわけですね。いわゆるラミア、イコール、リリト、イコール、マリアとなっていくわけです。で、右の方が、カイン、イコール、キリストということになっていきます。すなわち、マリア、キリストはですね、それぞれが、もともとは、ラミア、イコール、リリトであり、キリストというのは、カインのこと、ということになります。これが皆さんに今お見せできる私の証拠と証明ということになります。Strix, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santillo,painted Maria as Strix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や
子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中で、マリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で、マリアはストリックスであったということを表現していました。広島市、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、
まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆、1500年後のイエス・キリストの、つまりは、操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左がイナンナ・イシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女の、いわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また、荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダ・ヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1ですね。つまりこの2人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日はその、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手を
ミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナムマラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。つまり、ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストはラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともと、それら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。もう一度、以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ、肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。これがこの動画の結論ということになります。バイ。